訓練では警察と児相がロールプレイ形式で虐待が疑われる子どもを保護するまでの具体的な手順を確認しました今年9月末までに県内で虐待事案として通告され警察が対応した子どもの人数は4979人と前年同時期と比べ369人増えているということで今後も連携強化を図り子どもを守っていきたいとしています